立東大の3番。はい、エントリーナンバー3番です。じゃあどういう生い立ちなのか。国際関係をやりたかったので、はいはい、試験当日に世界史を1ページ解き忘れてしまって、もう1割に入れたって感じですね。各教科塾に通って各教科で始まりました。テチャンネル。さあ今回は、はい、ゲストをお越しいただきました。なんて呼ぶべきですか。ヤマリでお願いします。ヤマリ、はい、山下りさっていうので、ヤマリってみんなに呼ばれてるんで、そんな略し方なんですね。ぜひぜひ、はい、森哲さんもヤマリって呼んでくれると嬉しいです、はいはい。ミス東大の3番、はい、エントリーナンバー3番ですの方でございます。はい、よろしくお願いしま す。光栄です、呼んでいただいて、はい、ありがとうございます。いや、だってどうやって僕のこと知ったんですか、そもそも。なあ、いやいや、もう以前から動画も拝見していて、はい、一方的に存じ上げていましたね。そうだったんですね、はい、はい。まあ、英語も勉強頑張ってっていうことで、ね、はい、はい。じゃあこれいつ決戦なんですか。今まあ戦い中だと思うんですけど。そうですね、グランプリが決まるのは12月の2日になっていて、ね、結構長い戦いですね、はい。そんなに長く戦うわけですね。そうなんです、7月から始まったので、はい、半年ぐらい。そうですね。どうやったら勝ちになるんですか。一番大きなウェブ投票っていう、はい、毎日皆さんがやってくださるのが一番大きくて、当日に来ていただいて入れていただく票とか、ミクチャの票とかっていう、はい、いろんな分野がありますね。当日なんかあるんです、イベントが。そうなんです、そうなんです。駒場祭と、駒場祭って東大の文化祭なんですけど、駒場祭に来ていただいた時の投票と、あと最後その12月の2日にフィナーレをやるんですけど、その時に来ていただいたらそこで投票ができるっていうものがありまして、そうですね、はい、そちらの投票、ありがとうございます。ウェブ投票ですね。はい、ウェブ投票皆さん毎日できますので、よろしくお願いします、はい。これ有利になったかもしれないです。ありがとうございます。よろしくお願いします。これでね、有利になったら他の人たちも出てくれる。森田さんにとってありがたい。、はい、まあ今まで出たのはね、まあ、当然飯田がね、ミスターなんで、はいはい、そうですね、飯田くん先月会いましたね。あ、そうなんですね、はい。あとは上田沙耶さんです。あ、そうなんですね、はい。上田さんも出てらっしゃる。偶然です、ただ駒場祭でインタビューしたら、そうです、英語でインタビューって言って、すごーい。やって、その動画出る時にはグランプリになってましたもん、ね。あ、すごいですね。じゃあどういう生い立ちなのか、うん、はい、東大生ですから、はい、ミスコンに出てる東大生は初めてですから、どういう感じなのか聞いていきたいと思うんですけど、まあ、一応ちっちゃい時ちょっとだけアメリカにいたんですもんね。そうなんです、父のお仕事の影響で1歳から3歳の初めまでアメリカのワシントンにいたんですけど、自分自身は全然記憶がなくて、兄とか姉は結構英語がペラペラ喋れたりとかはするんですけど、私自身は本当に記憶もないし、恩恵もあまり受けられてないというか、帰国子女とは言えないけど、まあ海外経験はあるのかなっていう感じですかね。でそこからじゃあもう日本に戻ってきてっていう感じ で、はい、ずっと日本です。高校とか言ってんですか。はい、言ってます。白百合学園高等学校っていう、はい、聞いたことあるでしょうね、多分ね。まあ、多分多くの人が、はい、ここでやって、はい、もう勉強はどうだったんですか。あ、勉強は結構楽しくて、ほうほう、あんまその苦しいっていう受験というよりは楽しいなっていう、なんか結構楽しんでやってた気がします。楽しんで勉強、すごい楽しい。え、理系文系とかは全然悩まなかったですか。一度医学部に行きたいっていう風に思ったんですけど、はいはい、いろいろ悩んだ結果、はい、大学生活で何したいかなとかそういうのも考えて、うん、自分は理系よりも文系で、うん、その時は国際関係をやりたかったので、はいはい、International Relations ですね、はい、そうです。なのでそれが学べるところがいいなと思っていて、うん、文系にしました。で東大を受験しようと思ったきっかけは何だったんですか。一番はやっぱりやりたいことが明確に決まってなかったんですね。学部を決めるっていうのがすごく怖くて、学部を決めるとその先の将来にもつながっていくと思ったので、猶予新振り制度がある東大っていうところにすごく惹かれました。そこに惹かれる。そうなんです。東大で、他はどこかの大学考えたりとかしたんですか。いや、東大に落ちたら浪人しようと思ってました。もう東大一本で。一応併願校もあったんですけど、はい、東大に落ちたらもう一回頑張ろうっていう風に思ってましたね。それぐらいもう東大直線で行ったわけですね。そうですね、実は試験当日に世界史を1ページ解き忘れてしまって、1ページ。そうなんです。怖っ。でも本当にそれ3日後ぐらいに気づいて、足に力が入んないから絶望して、浪人だと思って言いましたね。受験科目はどれですか。世界史と地理ですね。あ、世界史と地理で、はい、出願したのが文2ですね。文2になるわけです、はい、文2にやって、
て共通テストとかはどうだったんですか？共通テストはそんなに良くなかったんですよね。そうなんですね。797点とかで、はいはい、その時もすごく落ち込んで、はい、というのも自分が今まで受けてきたテストの中で一番本番が悪かったので、うん、あ、そうだったんですね。そうなんです。1月の中旬にあるじゃないですか、うん、2月の初めぐらいまでもうずっと落ち込んでて、はいはい、やる気もそんなに出ない、もうどうしようみたいな感じになっていて、まあ、その時に友達からいやもう山下が受かんなかったら受かんないよみたいな感じで励ましてもらって、もう一回頑張ろうと思って、もう一回スイッチが入ってって感じですね。そうそうそう、英語が一番得意だったんですか？そうですね、英語世界史が好きでしたね。受験で一番良かったのは確かに英語かもしれないです。覚えてますか、共通テストどれぐらい取ったとか？共通テストどうだったかな。あ、でも一個間違えた気がするな、98とか6だった気がする。20は結構いい感じでしたね。2次いい感じで行ってたんですよ。やっぱり2次取れるっていうのはさすがですね。あ、だって開示はしてありますもん、ね、そうですね、やっぱり良かったですか英語は？そうですね、上位1割に入れたって感じですね。ほう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 、おーすごい。それぐらいやっぱり英語に力入れて勉強してたんですか？どうだったかな。いやでも本当楽しくて、まあ息抜きというか楽しいなーっていう風に思ってましたね。え、塾予備校とかは？はい、塾は平岡塾っていう英語の専門塾に、ね、はい、1年生から6年間通っていましたね。6年間行ってた、はい、中1から行ってたんだね。そうなんです、中1から6年間通っていました。英語だけやってた？そうです、平岡塾では英語だけやっていましたね。他の教科はどうしたんですか？数学は中1から哲力会に通ってたんですけど、はい、なんかあの私自身ついていけなくて、はいはいはい、数学がもともとあんまり得意じゃなかったんで、うん、1回辞めて別の塾に行って、はいはい、でもう1回やっぱり哲がいいって言って入り直し、はい、哲がいい哲って略されるんだ。そうです、哲力会にもう1回入り直したっていう感じですかね、うん、そうだったんですね、うん、他は自分でやったんですか？じゃいや、高3の時はもう各教科塾に通って、各教科分けてたんですね。そうなんです、分けていて、はい、国語はグノーブルっていうところで、はい、世界史は専門塾の私塾っていうところなんですけど、はいはいはい、人数はそんなに多くないんですけども、はいはい、一人一人すごい手厚い塾で、私塾、はい、世界史の C に、あー、なるほど、はいはいはい、はい、新宿にある塾で、はい、そこに通っていましたね、そうするとスケジュール大変じゃん。確かにそうですね、一括して管理っていうわけにもいかないので、はい、各科目どれだけのバランス置くかっていうのは結構難しかったかもしれないです。講習とかになったらめちゃくちゃじゃないですか。被りますね。同じ時に絶対なっちゃうからね。そうですね。じゃあ面白いですね。すごい三大予備校とかああいうところには行ってないんですね、うん、そうですね、行ってないですね。いろんなのをやってて珍しいパターンの受験かもしれないですね。あんまり教科ごとでそんなにたくさん、うん、確かにあんまりないと思うんですけど、結構でもリフレッシュされましたよ。リフレッシュ毎日行く塾が違うので、今日は渋谷とか今日は新宿とか、あ、あそういう意味で、それでいざ東大に入ってどうでした？私は東大に入ってからトマトっていうテニスサークルに入って、はいはい、もうテニスに没頭してたんですね。ほうほう、週6回テニスとか、もう団体戦に出るぞみたいな、ほうほうほう、もうテニスやるぞみたいな感じで。もともとやってたんですか？もともとは軟式のテニスをやっていて、はいはいはい、で大学生になったら公式テニスやりたいなと思っていて、まあ、せっかくなれたので、うんうんうん、でもテニス楽しいみたいな感じが、もうテニスに没頭したわけですね。そうなんです、没頭していましたね。授業に関しては、はい、いろんな授業を分野を超えて受けられるっていうのも、はいうね、やっぱりすごい面白いなって思いましたね、うんうん、どんな授業面白かったですか？経済の授業で貿易摩擦を1年生の秋かなに受けて、あ、これ面白いなと思って、米中の貿易摩擦についての授業だったんですけど、これ経済面白いなと思って、国際経済に興味を持って、そのまま経済学部行こうって決めました。シンプルではもう経済学部だ、うんうん、そうですね、はい、行ったんですね。成績は結構良い感じでいけました？まあまあまあ、そんなに落ちるという不安もなく、まあまあ、よくこうね、弾けちゃう人もいますからね、中入ってね。いや、意外といるんですよね、はい、それでどうしてミスコンになったんですか？もともと本当に柄じゃないんですけど、というのもテニスばっかりやっていたような人なので、私が高校生の時に松本ありささんっていうミスコンに出られてた方がいて、その方がすごく輝いていて、私的にはとても受験のモチベーションになったんですね。私もこんな風な東大生になれたらいいなと思って受験は頑張れたっていうことが自分自身の経験としてあったので、誰か一人にでもそういう風に思ってもらえばいいなっていう風に思ったのが一つ
と何回かこう声をかけていただいていて、はいはい、でそれこそサークルの忙しかったとかでいろいろできなくて、今年だったらなんとかできるかなっていう。あ、じゃあもう何回か声はかかってたんですね。出ないよ出ないよみたいには。ありがたいぐらいの、はい、本当に柄じゃなさすぎて、いやいやみたいな感じで言ってたんですよね。これからでもいろいろな活動あるわけじゃないですか。どうですか、やってみて、実際始まってみて。あ、でも本当にこんなただの一学生をこんなにたくさんの方が応援してくださるっていうことが、もう本当にありがたいなっていうふうに思ってますね。まあでもここからね、上田さんなんかは芸能人になりましたし、確かに今後どうなるんですかね。どうなるんでしょう、私も全然分かってないです。将来こうしたいとかはあるんですか。いや、 やっぱり英語が好きなので、私は英語を使って将来働きたいなっていうふうに思ってます。はい、アイエルツ取ってましたもんね。そうなんです、アイエルツ取りました。はい、あれ7くらい取ってたんでしたっけ。 7.5 ですね。 7.5 取ってましたから、はい、もう十分留学もできる点数ですからね。そうですね、留学とかもしていろいろ視野を広げて、海外とかにも住みながら国際的に働けたらいいなと思ったりしてます。お知らせ的なのは何があります。これツイッターとかこれとかこれみたいな。あ、お知らせですか、はい、もう本当に毎日のウェブ投票を皆さんにやっていただけたら本当に嬉しいなっていうのと、11月の18、19、20、はい、駒場祭があって、で私が出るイベントとかもありますので、ぜひぜひ皆さん東京大学の文化祭、駒場祭に来ていただければっていうふうに思ってます。そうですね、あとは12月2日のフィナーレにいらしてくださると幸いです。はい、フィナーレにぜひですね、はい、お越しください。はい、ということで、じゃあ今回はギャリーだけ。やまりです。山下梨沙でやまりです。やまりでしたね。はい、はい、実際に置いていただきました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。本当に貴重な機会、ぜひ投票してください。はい、ありがとうございます。ぜひぜひよろしくお願いします。